先日の精密検査の結果が出ました。残念ながら残りの時間はあまり残されていないとお考えください。それはどのくらい？3ヶ月。ただいま。おかえり。グッドタイミング、ちょうどご飯できたとこ。お、いい匂い。何？ユウのリクエスト通りバンバンジーと春雨スープでございます。おお、うまそう。おいしいはず。ね、早く手洗ってきて食べよう。うん。彼女のミチルと同棲を始めてそろそろ3年。小さな生活の衝突なんかを乗り越えて、なかなかどうして有意義な新婚生活もどきを送っている。そんな矢先の余命宣告、僕は彼女に切り出せないでいる。世の中は不公平なものだ。でもなんでともみがこんな目に遭わなきゃいけないんだ。この世に神様なんてきっといないんだ。だっているならこんなひどいことが起こるはずないし、いるのにこんなことが起こるならそんなのは神様でも何でもない。理不尽だ。あまりに理不尽すぎる。はじめまして、三枝俊彦と言います。ともみの父です。母の幸です。俊彦くん、よろしくね。はい、よろしくお願いします。どこの馬の骨ともわからんやつに娘はやれ。え？はい。お父さん、何言ってるの？え？今日はただ私が俊彦くんを紹介したくて連れてきただけなのよ。もう恥ずかしいじゃない、あなた。すまん。お父さん。君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。あなた、さっきあなた名前を名乗ってないんだからお父さん以外に呼びようがないでしょう。名字で呼べばいいだろう。お父さん、大沢って言われたらこの場に3人いるんだから誰のことかわからないでしょ。そうか。